NPO は警官のが27年の前ということなので、まだご健在な方とか当時作業に関わった若かった人とかという方々がいらっしゃるので、やっぱそこをですね、もう一度結集して我々で議論をしてですね、お詫びを申し上げます。本日はことで70歳以上の県民の無料、まさに近くで確認できるところは焼却した、影響を受けただろうということで形は残っていないという報告は受けていますが、ただ収蔵庫につきましては、それは耐火性のある収蔵庫がありますので、その中の状況がですね、今の状態で確認できない状況です。でなぜかと申し上げますと、まだ温度が高くてですね、一部、まだ放水をしている状況の中ではですね、開けられないという状況です。